はい、どうもやってきました。なーにも酔っ払って酔っちゃってやばいやん。はい、これは、あ、これ食べへんの？食べるよ。ヒロさんの大好物エアミョン、これやろ、持つやつ、持つやつついてるのがいいね。エアミョン、どうも、食べますよ、ね、食べてみて。一回硬いかな、うん、いける、甘い。ん、何も味付けてないの？味付けてない、じゃあ味めっちゃある、このコーン。そうでしょ、いや、ほんまやから。寄ってへんやんな。私は寄ってないよ。え、最近食べたコーンの中で一番甘くない？あら、やろ、え、あんま、え、ほんまに甘い、うん、かませんのかいって言ってるよ、もう、チキンさん。総勢90名のダンスボーカルグループ集結やって、いや、これテンション上がるな。見て、いろんな人おる。あ、マンゼルもおるよ。すごい。これはあかんわ。楽しいな、こんな。すごいな。分かってんな、この番組。大好きやばい。中居くん。中居くんも分かってるよな、このすごさをな、うん、これの意味を。お、USA、ダパンプ、いいね、ダパンプ、いいよな、見てまうねんな。しかも ISSA さんメインボーカル一人やん、うん、けどダンスもめっちゃうまない？うまい。お、ジェネレーションズ、お、へえ、いいね、絶対楽しいやん。いや、もう楽しそうやん。増えた、あれやばい、お、おもろい。あ、ダパンプと6グループ代わり合体で、はいはいはい、めっちゃおもろいやん。 INI のダパンプおもろしろいな、なんか新しい。え、トラビスジャパン、おお、マジジャニーズですよ。そうやんな、この時点で奇跡起きてるけどね。うぃー、ビーファースト、おお、ビーファーストの USA 見れると思わなかった。いいやん、楽しそう。エンジンも、ええー、なあ、国を越えて、これを従えて ISSA さん一人で歌ってるからね。すごいよ、マジで。あー、J1! お、 J1! イメージないから、ほら、うん、え、すごいすごいすごい、変わった振り付け多いね、やっぱ、うん、この曲清涼化けやな、うん、Inspire you? 最高。メンディーいいね、似合ってる。ジェネレーションズやったっけ、うん、個人的には JO1 の USA が結構なんかこの横向くの聞けたよ。ツボやねんけど、うん、普段せえへん動きやから。あ、すごい、え、おもろ、いっぱいおる。しかも知ってる人ばっかっての嬉しいな、なんか、うん、こういうの見ても誰が誰かわからんとか言ってたやん。すごすぎるわ、これは。めっちゃおもろいわ、いっぱい動き起きたし。これはやばい。ちょっと見な、これお腹いっぱいで、ひとときも見逃したあれ。え、仮面舞踏会、え、仮面舞踏会をジャニーズじゃない人がやってるで。ジェネレーションズ、 INI、 トラビスジャパン、ほんまやね。トラビスジャパンはわかるけど、マジか、こんなことなんねや。すごい節目に来てる、私ら。もしかして歴史的な日やね、うん、これは。お、お、来たよ、トラビスジャパンと BE:FIRST のジャストダンス。この歌好きって言ってたやつやな。鳥肌立った、鳥肌立った。 When you want, when you feel the spark, no matter where you're from。 かっこいいよね、この曲。かっこいい、かっこいい、すごくいい。ちょっとこの遅い感じがいいね。そうやな、早すぎない、ちょっと間がある感じ、やっぱいいよな。そうそう、どういう感じ。あ、来たで、来たで、来たで、来た、BE:FIRST、すごい世界線。踊ってるよ。はあ。どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？しっかり踊ってんな。うん。ああ、ソータさん、かっこいいね。かっこいいね。うん。自分の曲かよっていうぐらいの。うぃ、彼すごいな、身体能力も。いや、これは。あ、すごい。すごいわ。空は大なるって、この番組。ダイナマイトやん。メンディーとスカイさんとケイゴさん、意外すぎて、あ、いっぱい、あ、もういろいろや、ほんまや。一回踊ったことありそうな曲やな、みんなさ。うん、10もあるから、ダイナマイト、うん、あ、そうね、どうしてもメンディーに目がいく。メンディーかっこいいね、うん、かっこいい。
黄色ってのもあるけど。お、リュウヘイさんもあるやん。あ、JO1 と、嬉しいな。ビーファーストが。ほんまやん。ほんまやん。なんか夢見てるみたいなんちゃうこれ。これ夢やで夢。お、アンダーダスキンちゃう、これのイントロは大好きな。INI ね。愛そう。で、私が言ってたやつじゃん。いいね。いや、めっちゃ似合ってる。こういうグループって言っても分からんぐらい。確かに。めっちゃ統一感あるな。結構尺長そうやろ。すごい。じゃメロディー切れないこの歌。そうそうそう。ほんで、あの、イントロとかドラマティックやねんな。そういうの好き。なんかバンドっぽい良さもあるし。そう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 。メロディーのリズムが好きやねん。違和感ない全然ない。なんかああいうないこういう曲も似合いそうやな。うん、これ新たな自分を見つけるんやろな、ご本人たちも。おっ、ジェネレーションズと JO1 ね、こないだ見たけど違う曲でのコラボやね今度。いけいけやね。うん、JO1 にはない曲調やから楽しみ。うん、先輩たちイケイケやな、この黄色い服。うん、起きたよ。来た。激しいダンス。足すごかった今。こんなもうしっかり覚えないと踊られへん。ニュアンスとかじゃ無理やな。うん、豆ちゃんほんまに楽しそう。うん、大ファンらしいから。センターおるやん、センター。うまいな、やっぱ豆ちゃんダンス、うん、めっちゃグルービーやん、ほらめっちゃ楽しそう、うん、いいね。いいね、多いよ。おマーゼル DXT サイキック、あ、なんか言ってたな、なんて読むんかなって。サイキックフィーバー、へえ、サイキックフィーバー、やばいやんダンス。うん、えお、マーゼル来たよ。おお、タクトさん攻めてるよ。うん、ランクはあ、ダンスうまなったな、マーゼル。皆さん、うん、見てない間に。 DXT はあのあれラポネですよ。あ、はい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 、へえ、あ、やばい、ランクやばい。どうしてもちょっと知ってる人を見ちゃうけど、へえ、ほう、はあ、いけいけ。おお、ランクセンターやん。うん、輝いてますね。うん、海龍くん久しぶりに見たな、マーゼル。ほんまや。タクトさんがなんかダンサーしてんのが嬉しいわ、なんか。うん、へえ、はいはい、この方か。ほら、楽しいやろ。これはダンス1個にこうフォーカスできるからさ、うん、そういう楽しさがあると思うねんな。はあ、やろうかな、出てますな、みんな。すごい。あ、これはいい。あ、まさか、チューチュートレイン来たよ。たくみさんの顔が見えた、ほら。チューチュートレイン。JO1、INI、ジェネレーションズ、J ソロブラザーズ、ダパンプ、すごい。なにこれ、最高やん。いいね。お、スパカリちゃん。おっと、これさ、あのルキさんがお休みだからさ、いつもと編成が、うん、あ、そっかそっか、違うのにバランス取れてるのすごくない？うん、早く良くなるといいねんけど、それを感じさせへん、すごいな。普段から全員抜けたバージョンって練習したりしてんのかな。あるんやろね、やっぱ、うん、そういうフォーメーションが。じゃないと急には無理よな。あー、エンチーム来た。あ、全力で。いいね。エンチームの全力で終わり。いい。いい。最高。いっぱいおる。いっぱいおるやん。すげえ。スパカリこの人数は圧倒されるわ。じゃあ、K 君やばい。おいおい。ずっともうメドレーみたいな感じか。うん。おー、ロケタ、INI とトラベスジャパン。やっぱ持ち歌をやる時のご本人たちはちゃうな、なんか、うん、エネルギーが違うな、ね、コラボの時やっぱ楽しいが勝つと思うけど、うん、INI のすごいところでさ、重みと、うん、あの俊敏さが両方あるんだけど、なんでなん、すごない、重いと動きってさ遅なっていくやん、どんどん両方できんねんの。お、トラビスジャパン来た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 、前おる。トラベスジャパンのイメージはない曲調よな、うん、ただダンスうまいから。あ、もるもる、なんか意外に良かった。はぁ、ゴーさん
何最高やねんけど、もう最高やわ、この歌大好き、カバーしたもん、コラボね、うん、いやこれは嬉しいんじゃ、いろんな意味で、もうほんまにいろんな意味で、郷さんももともとジャニーズでしょ、そうやね、確か、なんかすごいなへえ、どんな気持ちよ。うわ、なんか大御所と次世代のスターがって感じやね、声出てるな、うん、覚えたもんねそれ、うん、やってたやってたすごい、うい、そうか、現実なのこれ、夢やで夢、あわーゴーさんびっくりした、あ、ビーファースできたよ、ジャパンですよね、あーもう最高、そっからのビーファースト、お、ブンブンバック、ジェネレーションズと、はいはいはい、いいね、ジェノさん余裕やな、うん、お、来たよジェネレーションズ、お、あら、うまいなみんな、うん、ジェネレーションズやばい、ダンス、あ、うまいうまい、めっちゃうまい、綺麗、さすが先輩って感じの、うん、はぁ、おら、お、シッキンさん来たよ、お、これプロデュースしてくれたの、きっと全体を、はいはいはい、あ、これあれじゃない、選ばれたメンバーが出てくるんですか、あ、はいはいはい、なるほど、うわ、レン君とソータさんが同じ画面に、うまや、はぁ、すごい世界やな、あ、スカイハイさん声だけ出てる、あ、うまや、フューチャリングやから、むずいなダンス、うん、さすがやな、誰でも踊れる踊りじゃないなって思ったな、やっぱなんかあれやね、人によって表現変わる振りやね、うん、普段どんな踊りしてるかによって変わりそうな、個性が出ちゃう振りっていうか、ダンスもやけどさ、うん、スカイハイさんの声すごい入ってきたわ、そうやな、うん、さすがやな、うん、出てもないのに何やろ今の、すごい、ね、うん、破壊力やな、え、やばいよこれ、流星全グループって出てんで、え、3代目 JSOUL BROTHERS 久しぶりに見た、この歌は知ってる、なんか流石よだるな、うん、流れてんのもやっぱりよだる、あ、うん、よく流れてんやから、流れてた、うん、どこ行っても9年前やもんな、うん、知らんわけないもんな、ちゃんとは聞けてないけど聞いたことあるかなぐらい、って感じ、うん、うん、え、これ全員ダパンプね、はいはいはい、なんかいいな、イッサさんを見てしまうレジェンドやな、もうイッサさん、こんなずっと第一線で活躍できるなんて努力やん、もう努力の人やん、はやったなこの動き、はい、ダンス好きなんやなみんなっていうのが出てるな、すごい、イッサさんも歌ってるお前やかっこよすぎて笑けんねんけど、うん、違和感なしやな、ないな、そうそう、違和感ないのすごいな今回、それ感想かも、うわーすごいすごいすごい、全員来たよ、いっぱい来たよ、うわ、みんなでこれやんのこんなん楽しいやん、これは流行ったんですよこの動きは、これ、え、ゴーさんさすがゴーさん、で出なくても多分許されるのに踊ってくれてるやん、あの辺がおるのがいいね、なんかいい、ま、真ん中じゃないっていうのがなんか、うん、かっこいいね、うん、大御所やのに、まずまたってる感じが、すげえゴーさん、ごめんゴーさんの夢がいや、このテンション上がるって、すごい、いや、こんなんあかんわ、な、泣けてくるんじゃ、なんか嬉し泣きっていうかな、これはすごいわ、感極まりそうやわ、そして湿金さん最高やね、うん、これをまとめてくれたっていう、そっか、テレビやからできたんやな、逆に、おお、当たり前に、 いや、これはあかんわ、こういうのを体験しちゃうとね、一回、うん、またってなるよね、やっぱり人間やし、すごいアドレナリン出たやろな、このために頑張ろうってなるやろ、単純にね、ちょっと、もうダメだ、お腹いっぱいやね、なんかどこがどうとかっていう、全体的に一個思ったこと言っていい、言ってよ、思ったこと、こういうコラボするときってさ、あ、コラボしたなみたいな、あ、ダンスうまいなとかかっこいいなとか歌うまいなっていう感想が
あったりとかすると思うんだけど、はい、私が思ったのは違和感がなかったよ。なかったね、違和感はね、人の曲やってます感がなくて、うん、すごく似合ってて、寄せてったってのもあるやろうし、寄せた中で個性も残したとかもいろいろ考えたとは思うねんけど、人の曲を自分の曲のように踊るってすげえなと思って。いや、自分が思うのはさ、うん、もうなんていうの、もう先を見てるんですけど、うん、なんかこれを当たり前にしてもらって、うん、要は海外も巻き込んでこれを世界中の人でやるパターン、なるほどっていうのを。そうやな、そうしないと、まあ、戦略的に無理やから、うん、ってのもあるから、はい、当たり前にまずして旋風を巻き起こすと。そうですね、なるほどね。で、世界の人を巻き込むと、流行らせるというか、はい、まずは、はい、で当たり前にしていくと。そうですね、なるほど。世界ね、はい、もう世界っつったらみんなの力がいるっていうのはこういうことでもあるもんな。そうですよ、このやっぱ規模感がだんだんこう広がっていって大きくしていってみたいな。いやし、やっぱ思ったのはさ、テレビ離れ進んでてテレビ見ない人とかテレビが家にない人っていっぱいおるやん。私らの周りなんかテレビ見る人が多分正直少ないと思うんだけど、うん、テレビやから予算がついてできたことやと思うから。中井くんも言ってたね、うん、なんかやっぱテレビってすごいなって、うん、テレビやからこういうこともできるんやろってね、うん、やし、中井くんが、中井くんって呼んでごめんなさい、私なんか親近感湧く、あのね、あの友達でも何でもないんですけど、すいません、中井さんね、中井さん、ね、中井さんが司会する意味もあるしね、めっちゃこういうのは、ね、ただ司会ってだけじゃなくて当事者でもあるわけやん、彼は。はいはいはい、だからなんかそういう感慨深さがさ、中井さんとかやとさ分かるわけやん、なんでこういうことができてどれぐらいすごいことなのかとかさ、どういう影響があるかって分かる方やと思うから、それが嬉しいかなね。年末やと思うねんけど、もう正月でしょ、もう明日からあの1週間ぐらいお休みということで、また1年頑張ろうみたいな、ね、もう休みたいねんけど、ね、休もうもういや、素晴らしかった、ほんまに思ってたより楽しかったな。農業祭にしては規模が大きいね。大きかった、ちょっとびっくりした、ちょっともうお腹いっぱいやわ。今までの概念でいくと1年分ぐらいのなんか見させてもらった。集大成やんだって、こんな、うん、ここ何年か、何十年、何百年の、うん、じゃない？いや、何百年ちょっとじゃあ何百年は言い過ぎやけど、なんかほんまに10年規模ぐらいの集大成と思うねんけどいや、もっとやろ、もっとやんな、郷さん出てんねんだって。そうやんな、半世紀ぐらいは言えるんじゃない。やっぱ100年ぐらいいけんじゃん何百年って言ったやん。100年ぐらいの集大成、マジで。いや、ほんまに、いや、まあ、過言でもないぐらいの。そうでしょ、まあ、だから人生やろ、うん、彼らの人生をギュッとこうやっぱりステージで感じれたから感動したんじゃない。多分物事100年単位ぐらいやん、大体1個の変わるのが、アイシャフに入れたフェーズっていうの、うん、だと思うよ。そうだからね、100年に1回のお祭りみたいな。じゃあやっぱ歴史的な日やん。いや、と思うで。いや、これこの感動だから、まあ当たり前にしてくださるのはありがたいけど、忘れたらあかんな。そう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 、まあ当たり前にしてほしい気持ちはあるけど、るこの感動を絶対忘れたらあかんと思うんだよな、やっぱり。当たり前ではなかったわけやから。そう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 、逆に変な世の中やって。そう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 、いや、これはね、私はね、 BE:FIRST とね、 JO1 が並んだ時にちょっと感動しちゃったね。ねえ、はい、もっと来るよ多分。当たり前にしたいって言ったってことはするから、絶対。まあするのよ、そういう流れに来てるんでしょうもんね、はい、そういう時代なんでしょう、うん。手を取り合わないと、まあ、正直そう進めない時代になっちゃったんでしょう、きっと。逆に無理なんでしょう、今までのやり方は通用しないんでしょう。だから一個の会社とか一個のグループがどうっていう世界じゃないよね、うん、もう、うんうん、もう、まあ、まあ言うたらテレビ局もさ、やっぱ視聴率が大事なわけやんか、うん、取れたと思うね、多分視聴率めちゃくちゃ。これはすごかったやろね、多分、うん、だからやっぱ、うん、いい意味でやっぱいつも言うやん、私らウィンウィンじゃないとあかんから、テレビ局だけが得するとか出演者だけが得するじゃなくて、どっちもウィンウィンになるようにした結果こうじゃないんって思うけど、うん、素晴らしいです。いや、よかったですね、いいやり方やと思います。まあ、この規模をね毎月やるのは大変やと思うけど、まあもっとね、今回は誰と誰とかでもいいけど、なんかもうちょっと小出しに普通に当たり前にこう溢れるともっと楽しいよね、日々がね、うん。個人的にはダンスもやけど、うん、歌だけのコラボとか、ね、ほんまに今回はアコースティックライブを1時間やりますみたいな。で、例えば INI と BE:FIRST とエンチームと混ぜて、その中から歌
あのこういう曲が似合いそうと思う人集めました。なんか夢が膨らむな、うん、確かに楽しそうやろ、うん、よくね、次はこういう企画とか、よくない、今回ダンスがね、ダンスでつなぐあれやったけど、私的にはめっちゃ濃いのを想像してんけど言っていい？言って行くよ、言って BE:FIRST のリョウキさんと SixTONES のジェシー、濃いな、ほんまに濃いなそれで洋楽、あーやそう、あーいいだろ、ことは分かる、分かるやろ、分かる分かる、視聴率多分取れると思うよ、私、あの2人しかも仲良くなれそう、確かになれそうやろ、うん、いやジェシーのこと知らん方とかリョウキさんのこと知らん方からしたら何の話って思うかもしれんけど、多分見たら分かると思う、その日が来たら、確かに、あもう夢が膨らむ、確かにヒロ君の言ったように、あーあーああいうのもいいな、こういうのもいいなって思わせてくれたことが希望が持てて、また明日から頑張ろうと思った人が増えたんじゃないかなと思うので、いい番組でしたね。まあ人間生きければいいこともありますね、うん、そうね、悪いこともあればいいこともあるということや、うん、酔っ払ってんねやろ、だから、うん、飲んだめっちゃ、こんなん全国放送やの、ね、全国放送いつもやね、世界中放送やからじゃあ終わりましょう、終わろう、記念すべき音楽の日を、あのこういう形で納涼祭という形で見れて本当に楽しく見れてよかったです、はい、多少、まあ、自分が音楽やっててよかったなとも思った、逆に、そうですね、やっぱり元気もらえるし、うん、自分がやることで元気を与えることも、まあ、たまにはできてるんかなとかもいろいろ考えたら音楽ってすごいなと思って ね, ね、なんかさっきまでこんな気持ちだったとしても、なんか一曲聴いたらすごい元気になる時ってあるやんか、あるね、ほんまにびっくりするぐらい気分が変わる時あるやんか、そういうのってほんまに大事やなと改めて思わされた番組でした、はい、はい、未来は明るいんじゃないかなってちょっと思ってきた、本気でちょっと思いましたね、疑心暗鬼の中、まあ未来は明るいかなぐらいで思っててんけど、疑心暗鬼の部分がちょっと払拭されたかもしれない、私、あとはまあビジネス的なやり方とか、日本ではうまくいっても海外ではぶち当たる壁はもちろんあると思うから、そこが問題かもしれないですけど、まあ現実的な問題はいっぱいありますよ、はっきり言って、うん、でもまあとりあえず日本ね盛り上げないといけないもん ね、 J-POP をね、やれることをやっていこうっていう感じかな、うん、やれなかったことが多すぎたから今まで、あいいこと言うな、そうそうそう、やれることをやっていきましょうって感じ、ちょっとずつね階段上がっていて、確かに、はい、目標高いことだけじゃなくてできることもやりましょうって感じだね、そうそう、なんかあれあかんこれあかんっていうのが多すぎて今まで、うん、そうそう、確かにちょっとそれをこう緩和してというか、ね、やれること増やしていけばいいんじゃないかなと思うけど、うん、大人やね、はい、さすが、はい、飲んででも言うことは言うから、うん、酔っ払いにしたらまともやもんね、うん、はい、ということで、ちょっといつもと違うスタイルでお届けしましたけど、楽しんでくださったらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ、思ったより良かったな、良かったね、また見たいね、んうん、元気もらった、純粋にそう思ったかな、ワンシーズンに1回ぐらいどうでしょうか、ね、4回でいいんじゃない、年に4回な、それだけでも元気出るわ、季節の変わり目に、あの季節の変わり目ちょっと止むから、そうそうそう、しんどいからみんな、そうそうそう、その時にね元気出してもらおうと思って、お前は、はい、それだけです。お疲れ様でした。お疲れ、酔っ払い。はい。